おはようございます。ですね。今日はですね、います。で、すごいちっちゃいところですね。で、ここなんで来たかっていうとですね、もうこの時期、車、車泊なんですけども、もう70何日間車泊なんですけど、もう5時半になると、日が照ってもう寝てらんないということで、早く起きてちょっと移動してってこう道迷ってた時に、たまたまですね、ここにたどり着きまして、でそのたまたま系が好きなレイラさんが見てるっていうのもあれなんですけど で、せっかくですので、野毛山動物収容所の系列ということでですね、これも何かの縁ということで、寄ってみました。でですね、すごいちっちゃいです。ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ここはもう入っていないですね。で、ここら辺が、鶏のようです。天然記念物系の鶏ですね。で、天然記念物の鶏って結構多くてですね、他でも、羽村かな、羽村でも、収容してました。で、ここがいわゆるふれあい施設というかな、板振り施設なんですけども、今日も京都で、園児たちが洗脳されてますって言っちゃダメなんですけど。でですね、ここがちょっと興味深かったのがですね、この、ひよこのフライが取りやめとなりましたということです。で、これなんですけれども、いわゆるそのひよこの場合、モルモットとかは、大抵いろいろ聞いたんですけれども、繁殖させて、死んだら埋めるっていうことをやってるんですけども、ひよこに関しては、大抵ですね、養鶏場からもらってきてるのか買ってきてるのか、そういった形のようです。で、どっちにしろその皆さん卵は食べますが、卵を産まない、オスが生まれた場合は、全部殺すわけですね。ひよこのうちにコストが、育てるコストがかかっちゃうので、全部じゃないかもしれないんですけど、そういったひよこをもらってきて、それを触れ合いとして、情操教育、動物への優しさを育てるということで、ひよこを使うんですけども、実際そのひよこを使った後はですね、頸椎を脱臼させたりですね、窒息させたり、二酸化炭素でビニール袋に詰めたりですね、あと1件はですね、この前、ついこの前行ったところは、ひよこをですね、持ってこう床にバーンって叩きつけたりとか、机の角にガーンって当ててですね、殺すと言ってました。で、その後に殺した後にですね、爪とかくちばしとか、羽とかをこう、チョキンってやるのか、もぐかなんかしてですね、それを茹でて、他の肉食獣にあげると言ってました。っていうことがですね、だんだんバレてきたんじゃないかな そんなバレてないのかな。あいらが園内リサイクルっていう言葉を使って、その動物のリサイクルですね、もうやってるということを暴きましたので、それで警戒してるのは間違いないということで、大きいところほどやってないと言います。で、近寄りたいなみたいな感じなんですけども。はい、ということで、無駄話しましたけれども、これからちょっと、見て帰ります。帰りますじゃない、次、野毛山行きます。はい、以上です。ありがとうございました。あれ、レイラさん、また。あれ アビジンさん、おはようございます。ニュージーランドから、遠くからいつもありがとうございます。またコディアック、改めて、ご連絡します。ではでは。